え、ちょっと不満、え、大丈夫か、それは大丈夫なのか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。お、友達マークがあるけどどうなんやろうな。喧嘩かな。紹介であっ、ですよね。二つマークがあるけん、ちょっと喧嘩かなと思ったよ。思ったよ。今ちょっと不機嫌です。どうしたの？誰と喧嘩したの？ゼロと喧嘩しました。ゼロさん。あれ、上の方やったっけ、ゼロさんって。別の人？仲直りして。じゃあ、このイライラも沈めてください。ふんふん。え、なんか上にあったよね。友達マーク。はい、チョコレートパフェでもどうぞ。どうすか。お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。ラーメン、カレーライス、チョコレートパフェ、なんか全然全然違う感じの。ゼロさんもうちょっと下の方やった気がしたんやけど、別の人かな、マークで撮ったの。さあ仲直りできるかな。なんかあれやね、授業中とかにさ、なんか学校サボってゲーセンに来た不良を迎えに来た学級委員長みたいな。なんかそんな感じじゃない、雰囲気的に。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよ。仲直りできました。まあなんかね、はっちゃんもね、家自体はちょっとちょっと怖い感じやけど。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。財布には必要なものしか入れません。必要なものってなんなん？お金やろ。お金と何？クレジットカードぐらい？あ、ほら、やっぱ違う。ラブラブだな。てか、ヨッシーさん派手だな、服装。はい、のやりちゃん。なんかめっちゃ頭振りよるけど。え、喧嘩？どうした？何？誰と喧嘩したの？どうした？大丈夫か？マホちゃん、何？なんで、なんでそんな怒ってんのね。めっちゃ頭振り寄ったよね。やば。はい、チョコレートでも食べて落ち着いて。どうすか。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ふんふんふん。うん、今回はとりあえず二組ともスッと落ち着いてはくれたけど、仲直りでき、なんかあれやね、今初めて気づいたんやけど、この部屋ドア閉まる時の音怖くない？この間はごめんなさい。え、めっちゃ怖くない？二度と開かなさそうな感じで。許しません。マジかー。なぜ？いいやん、許してあげて。何が原因かは知らんけど。うまくいきませんでした。ダメでした。そうか、ダメだったのか。もうそういうこともあるよね。しょうがない、しょうがない。人生、そううまくいかないものですね。うんうん、そのうち時間が解決してくれるよ。今度はもう落ち込んだっていう方でめっちゃ頭振り寄った。え、喧嘩多いけん、ジャッキーちゃん。いや、どんどん喧嘩増えていきよらん。どうした？何？イライラの連鎖ですか？誰？相手は。リンと喧嘩しました。リンちゃん、なんで仲直りして。このイライラも沈めてください。うんうん。てか、アキちゃんもさ、私が入ろうとした時に頭振ろうとしよったよね。いただきます。めっちゃ怒り狂っとりやん。大丈夫？まあまあ美味しかった。まあまあか。まあまあじゃダメなんだよ。まあ、ほら、落ち着いて落ち着いて。とりあえずね、オルゴールでも聞いて落ち着こうか。ちょっと聞いてみてもいいですか？うんうん、どうぞ。あ、もうすごい穏やかな顔。もう大丈夫やろ。穏やかな気持ちになりますね。うんうんうん。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。あれよね、あきちゃんもりんちゃんも、もう長いもんね、ここに住んで。やっぱいろいろとあるんか。いろいろと衝突するのか。この間はごめんなさい。仲直りできるかな。
こちらこそごめんなさい。おー、よかったー。とりあえずね。とりあえず3組中2組は仲直りできたと。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあどうしよう。帽子にしよっかな。何の帽子がいいかな。なんか今の服装にね、この帽子、なんかもうちょっとクロッシュぐらいがいいんじゃないかなと。何かといえばクロッシュやけど、私。どれぐらいが合いそう。この茶色いやつは、はい、帽子、クロッシュをプレゼントしました。でもこの帽子なんか女の子っぽくて好きなんよね。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。お、なになに。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。お礼だらけやん。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。何事でもあかりに負けるとすごく悔しいです。マジで、なんでそんなあかりちゃんと張り合いよん。あ、楽しい。なるほど、まあ普通に友達ではあるんやね。うんうん。はい、それじゃあ、はい、カートくん、ちょっとね、喧嘩続きやってけんね。俺と遊びましょう。明るく行こう、明るく。遊ぼう、遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵に外に出すと勝ちです。よし、私はもうね、極めとるけんね。はっきょい。残った。トントン相撲は極めてるんで大丈夫です。余裕です。まあ、ただコンペ書いてやけんさ、これで 人が相手とかになったらどうかわからんけど。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、麻雀牌をもらいました。ありがとう。最近は大地と遊んでる時が一番楽しいです。マジでリミちゃんじゃないのそこ。え、ちょっと不満。え、大丈夫か。それは大丈夫なのか。ライちゃん超楽しいやし。ちょっと危険な香りが。離婚しないでね。え、離婚しないでね。ね、めっちゃ怖いんですけど。はい、それじゃあマナリーさん入るよ。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。はいはい、遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝、シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何でしょう。三色団子。答えはもしくはぼっちゃん団子。シルエットクイズ第2問。第2問。ででん。これは何でしょう。歯ブラシ。答えは歯ブラシでした。いや、わかりやすいね。電動歯ブラシを使ってみたいんやけど、どんな感じなんやろ。これは何でしょう。バナナの皮です。答えはバナナの皮です。マリオカートでおなじみのバナナの皮です。おめでとうございます。電動歯ブラシよりさ、なんか普通に磨いた方がなんか綺麗に落とせるみたいなのは言うやん。言うやん。なんか電動歯ブラシやけんって、なんかちょっとそっと当てるだけとかやったら、ね、全然逆に汚れ落ちみたいな。知ってましたか。まあ、ルイは友を呼ぶっていうけんね。自分がどういう人間かによって集まってくる人間も違うし、まあ選ばれよるってことなんかな。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。私は昨日ピザマンを食べたよ。お、好物1位肉まんなったやん。それじゃあ、何がいいかな。マラカス、本、鏡。ちょっと一旦その顔をちゃんと鏡で見た方がいいよ。怖いから。怖いから。出かけていったし、鏡使わんのかーい。はい、それじゃあちょっと一軒家の方見ていこうか。お、なんだなんだなんだ。ちょっと来てもらえますか。はいはい。メアリーが一人前に成長しました。メアリー、もうどこから名前取ったんよっていう感じのね。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか。
はい、一人暮らし。でも、もうマンションに空き部屋がないようです。知ってます。知ってますよ、そんなことは。少し待つことにします。てかね、メアリーちゃんのね、お母さんが切ったんか知らんけど、メアリーちゃんの前髪がものすごく気になるから、もうちょっと伸ばしてあげた方がいいと思うよ、私は。はい、何ですか？桃太郎が一人前に成長しました。桃太郎くん。あれやね、お父さんによね、桃太郎くん。成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らし立てようと思います。でもどうなんやろう。まあ、秋ちゃんにも似とるっちゃ似とる感じするしな。ためになるでしょうか。ほんとなんか二人の子供って感じやね。でも、もうマンションに空き部屋がないようです。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。なんか最近のさ子たちってあれなんかな、絵本とか昔話とか読んだりしようんかな、そういうイメージがなんか全然ないんやけど私小さい頃とかなんかね、アンデルセンとか日本昔話とか見よったけど、いや子供がいるというのにラブラブじゃねえか子供めっちゃ目の前におるんやけど、あーいいね、仲良さげだね。何そんなずっとびっくりした顔したもん、ねむちゃん目めっちゃ見開いとるけどこっちはくまちゃんが、ちょ待って、あれは、あ、あゆなと、あ、ゼラさんとはるちゃん、ここもちょっとさ、どういう感じなんか関係性を見たいのだけれど、よっしゃよっしゃ、何何がよっしゃ、この間、あったんが松ぼっくりもくれました。マジで、なんでてか松ぼっくりの季節じゃないことない、ちょっと不満や、ちょっと不満や2回言った、何大丈夫、え、よろしくないよ、ちょっとゼロさん側もちゃんと見とかんといかんね、これは。はい、チーズでもどうぞ、いただきます。うんうん、さっき結構普通に話を、まあでも盛り上がってるっていう感じではまあなかったけど、普通に話しよったけどな、わからんもんだな。でも穏やかな感じ穏やかになるにはまだ早いんかな、まだね新婚さんやもんね。あゆなのそっくりさん、随分ご無沙汰ですね。お久しぶりです。初対面の人と話すと話題に困ります。まあ確かにね。でもほらゼロさんは満足しとるよ、全然大丈夫やろ、ほらほらほら。はるちゃんは何が不満なんやろ、いただきます何が不満なんやろ、ちょっと刺激が足りないとかそういう感じ。結構美味しかったようです。なんかこう片方が不満に思っとって片方満足しとるってちょっと悲しいよねうまくいっていただきたいわ。はい、ってことでみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって、いいねいいね。ホルピックさんあれよね、和服似合うよね。なんか今日は 27,100 円集まりました、ありがとう。はい、そしてヒルイチグループ衣装ポップセットだよ。それよりも濃いめさんの格好が気になるわ。マイドあり。はい、買っていきます。アイドル服があんなところで買えるとはね。はい、それじゃあミニニュース見ていこう。お願いします。クマのぬいぐるみの化石発見。化石になるぐらい昔からクマのぬいぐるみがあったってこと、すごい。なんか化石になる、どうやったら化石になるのかがよくわからんねえけど、だってさ虫とかだってさ普通にその辺に野ざらしになっとったらなんかね、パッサパサのパッサカサ、なんか水分が蒸発してさパラッパラになることない？お父さん、こ土と土に押しつぶされとる状態やったらいいかな。どうなんやろ、ときめきました。何黒影さん今の家族へのメッセージ？ニュース関係ないやん。ニュースのインタビューを利用したね。はい、ありがとう。はい、そして今回はまた歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。今回グループでね、グループで
笹井下もの歌はあゆせ座メンバー、これはあさぽんさんが送ってきてくれた歌です。まあゆせ座メンバーっていうのはもちろんあゆはあゆので、せ座はキングね、せ座キング。あゆなさんとキングさん、そんな二人を支えるメンバー、兄弟パートナー、そして友達、モデレーター、みんなで頑張るの、みんなも二人を応援しててね。いいねいいね、アスムとクイーンがセンターっていう。はい、それじゃあキングもね最近すごい忙しそうやけど、お互いにプライベートも YouTube もこうね盛り上げていけたらいいなと。もう大丈夫かはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、あれなんですよ。怒りの季節、喧嘩の季節はいつまで続きますかね何？気温が安定しないから？気持ちも安定しないの？